日本神奈川県鎌倉市西鎌倉西鎌倉は、神奈川県鎌倉市の大技。現行行政地名は、西鎌倉1丁目から、西鎌倉4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号248-0035。南端を、湘南モノレールへの島線、神奈川県道304号、越越大船線、市道大船、西鎌倉線という道路が横断している。 地内の大部分は住宅だが、西鎌倉並木通り沿いや湘南モノレール西鎌倉駅付近に商店が立ち並び、これらの商店らで西鎌倉商店会を構成している。住宅地の地価は2017年7月1日の神奈川県の地価調査によれば、西鎌倉2の11の22の地点で18万8千円平方メートルとなっている。 1968年6月1日に、津村、腰越,越地区の一部から独立して誕生した大技である。戦前までは、現在の県道沿いにあたるエリアに、若干の集落があったほかは、初沢と呼ばれる山林で、太平洋戦争末期には、結合作戦に備え横穴陣地や統治下が構築され、陸軍の第144弾機下の部隊が防衛していたようだが、 終戦により、資料が失われ詳しくはわからない。1950年代末頃より、西武鉄道により、初沢、赤羽一帯を対象に大規模な宅地開発が行われ、1965年より、西鎌倉住宅地として分譲が開始された。西鎌倉という地名はこの頃に付けられたものである。この宅地開発により、山林としての面影は消滅し、 初沢という地名も使われなくなった。赤羽という地名も、交差点名、バス停名として残っているのみである。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成十八年版鎌倉の統計。鎌倉市。二千十八年二月十二日閲覧。AB。 鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月22日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。鎌倉市。 2018年2月22日閲覧。国土交通省地下工事都道府県地下調査。鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。ありがとうございます。